大谷理子です。本当にね、いろんなところに講師として呼んでもらってるんですけども、私自身がそんなに偉そうなことを言っても何の説得力もないし、ね、これ見てもらってる皆さんの方がはるかに素晴らしいことをされてるんで、ただ私は一貫して伝えたいのは、皆さんよくね、元気な企業を作りたいって言われるけど、どうしたら元気になるか、やっぱりいろんなことを思いついて形にするときに人は元気になると思ってるんで、思いつく力をいっぱい持ってもらうこと、それから誰かが思いついても否定したい環境があること、それから誰かが何か思いついたときに、なんかみんなでやってみようよなんて明るい空気が作れることっていうのはすごい大切かなと思ってます。まあ、そんなお手伝いをさせていただくために、いろんな事例やいろんなスキル語らせていただいてます。私自身がすっごい大事にしてることって何か、やっぱり心の元気です。なんで心の元気が大事かっていうと、私自身阪神大震災を経験して、あ、昨日っていうのは今日保証するもんじゃないんだな、今日っていうのは明日保証するもんじゃないんだなって気づいた時に、人って何が一番大事なんだろう、心の元気だよな、自分の心が元気じゃないのに本気で人の面倒を見れないや、自分の心が元気じゃないのに本気で地域のこと国のことって考えられないじゃん、そう思った時から私は心の元気にこだわってます。そして心の元気ってどうやったら作れるか、昨日の自分との比較です。昨日より元気かな、昨日より動いてるかな、昨日より学んでるかな、そんなことを考えてもらえるきっかけになったら嬉しいと思ってます。まあ、これをご縁に何かお付き合いできればとっても素敵かなと思ってます。